明治9年1月4日は、江戸時代末期の幕府一巻号は、雲十。安宅は通称であり、意味名は元縁。江戸時代後期、医学館総裁を務めた滝家の分家、矢野倉滝家の第二代。父は、医学館交渉派の巨頭、滝玄剣。安政4年の父の死により、家督を相続、奥医師に任命され。 同年12月16日に方言に除せられる。文久元年12月16日、本家の多岐元吉、乱法医として、最初に、奥医師に登用された、伊藤玄木の両名と同日に法院に昇進し、養主人と称した。一時、病により奥医師の列を離れたが、源氏元年6月3日、寄合医師から、奥医師に再任、将軍、徳川家持の五代ろ、 和の宮親子内オヤの主治医を務める。慶応2年7月16日、家持ちが大阪城で編んだので、大前の月広春院、縁田清安、高島雄安、浅田総博らと共に大阪へ急波された。上野戦争の翌日、加護で市中を通行していたところを薩摩藩市に追加されたが、当時朝敵、徳川義信家来滝雄衆院と称して通った。 という山岡哲秀張りの逸話が伝えられている。また、相撲を好んだという。村上元香の漫画及びテレビドラマ、人筆都市でも、広角家としての一面が描写されている。ありがとうございます。